皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、3月の11日、17時43分、今日も、河川の撮影や老朽化している建物、あと金属回収地点などを、撮影しに行きました。例えば多分倒産したか、元オートバイ屋さんで、まあ、以前だいぶ前からシャッター閉まってますね。で、そのオートバイとかをね、お金払ってもらって回収しておいて、でその放置してる可能性がある場所とか、そういったものを、撮影しています。あとは竹やぶとか。それを、撮影しに行った時に、まず、丸山駅ですね。僕は日踊り、五重駅から降りて、撮影して回って、丸山駅に着いた時に、テレビ局関係者と思われる者たちが20人ほどいた。まあ、20人は言い過ぎかもしれませんけど、まあ、10人以上はいました。で、まあ、こちらのことを何か言ってきたので、しっかりと言いました。テレビ局の人間だったら全員腕章しなきゃダメよって、記者の人も。まあ、カメラとかあったから、まあ、一瞬ドラマの撮影かなとも思ったんですけども、そういうわけでもなかった。で、あとは、春山整骨院に集まってきちゃダメよと。2003年にあそこは建物解体されているからと。2000年か2001年か、まあそれぐらいの頃に、まあ、もしかしたら1999年の頃に裁判所の判決があって、もう入り口ね、入れるようにペキポンにしていて、で2003年、ナルトルネッサンスリゾートホテルに僕は働きに行ってる時にあの建物解体されてるんです。で、今度また新しく建ててるんですよ。で、まあ、今回の、件、まあ、何回もこれ聞いて耳に立ったと思いますけども、まあ、佳子さまへのメッセージなんですけども、これ、どっかの誰かが僕の頭の中とかを読んで、基本のことについてね、僕は親の介護を見に行ってないからじゃないかとか、そういうふうに思ってる人間いたとしたら、それ全然違う、基本に関しては。今日、親の介護行きました。明日はどうせ基本下がります。で、今日の東京の、気温は曇り時々晴れで、13度。で、これはやっぱり低いです。3月中旬まで来て、この気温は。大体もうこれぐらいの中旬まで来たら東京でも最高気温16、18度、それぐらい。で、たまに20度超えがある日がある。まあ、それぐらい。だからもう神戸の方とかもかなり気温が下がって、出ますね。だからちゃんとね、僕に言われたら返事は絶対するようにしてください。で、それを他の人間は行っていたとしても、これも全体像はもうしっかりと出来上がってるんですよ。だから今加護様のせいにしてるんじゃなくて、だからもう僕を精神病院に連れて行ったのは警察でしょ。で、国会議員の人たちとかにも今まで情報言ってたでしょ。テレビに向かって言う方でもそうだし、テレビ局の人間だってそうだし、範囲が広すぎるんですよ。だからお金関係、スポーツ関係とかもお金払ってないでしょ。もう軒並みもう寒い行動にしかならないんですよ。冷たいっていう話。それを寒い行動って言ってたんですよ。冷たい対応をしていた人たちのことを。で、それは何を遠回しに言ってたかって言ったら、彼にそんなことをしていたら気温下がっちゃいますよ。夏場だったら灼熱になっちゃいますって、こういうこと。いいこと何もない。で、これはちゃんと法律に当てはめて考えていったら、一つ一つ解決して、僕にちゃんと警察の方も事故経過とか報告して、誰がどういうふうなことをしていたかっていうところ、なぜ精神病院に連れて行ったかとか、なぜ青井圭介が今まで通報していた件をないがしろにしていたのかっていうところ、それ一回全部きれいに整頓しなかったら、警察官が安易に人を閉じ込めすぎなんです、精神病院とかに。で、人生めちゃくちゃになってる人たちが多すぎる。だからこれが大雨とか、今までの台風の元で、これを僕は世間にそれを発表したからそうなってるんじゃない。そうなった後に検証が終わった後発表してるんです。で、一応ね、佳子さまの件で僕の方でも、まあちょっと不信感がね、ちょっと緩和されたのが、以前の動画で、昨年のね、12月29日のその29歳の、佳子様の誕生日の時のことですけども、もしかしたら、2019年の、誕生日の時なんじゃないのかとかね、その、もともと2019年に佳子様に会わせてほしいということで、まあ、皇居の方に行ったじゃないですか。で、まあもしかしたらもうその年かなっ
どうしてもやっぱり僕も思ってしまうんですよ。テレビ局はああいうふうに、以前のニュースをそのまま放送してますから、事件に関してもそうですよ。昔の事件ずっと同じ、さも今日起きたかのように放送していて、毎年毎年、もう何回も。で、それを僕のケースに置き換えて、僕の証言に合わせて、事件の内容まで変えてきてますから。本当に。で、そういうことをされていたから、そういう感覚になったのであって、その辺のところね、もう一回自分で、YouTube で調べ直して、90番皇室へのメッセージ、ホームページ、淡井圭介の駅の90番。で、未来の時間軸からの会話、過去様編のところを、タッチもしくはクリックで、ごめんなさいね、こんな異議多くて。だからこの敬語の喋り方もあんまり喋りすぎて、この喋り方だと、ちょっと変は変だと思うんですよ。僕の方が、年上だし、もともと過去ちゃんで始まってるし、まあまあ、その話は置いといて、いや、まあ、過去様がね、どういうふうに聞こえてるかなって思うんですよ。他人行儀とか、そういうふうに見えてしまう、思ってしまうような形になってないかなと思って、とかもして、でこれね、ちゃんと1999年がちょうど、25歳の誕生日だったと思うんです。あ、違う、ごめんなさい、全然違う、2019年、その講義行った年、ごめんなさいね、もういろんな年代の話いっぱいしてるから、どうしても間違える時がたまにある。で、25歳、海外訪問も、活動の、範囲広げられて、これをアクセスした時に、この時確か25歳の誕生日で、その撮影が行われていた、動画があると。だから、2019年の、29歳のこの誕生日の時がね、もしかして2019年かなと不安になってするんですよ。で、話がこんがらがって、余計ややこしくなって、もう、だから喋ってくれなかったら分かんないから、本当に。で、こういうような表を25歳、29歳、27歳、28歳にというこの誕生日に、の動画にアクセスできる。これ、探すのも大変だから、こう自分のホームページにこうアクセスできるように作るのも、もう、記録だらけ、本当に。で、これ多分こういうような喋り方をしてあげなかったら人間関係が壊れるからだと思うんですけども、で、今日ね、その河川の撮影をしに行った時の、続きの話があるんですよ。そのまま河川をある程度、河川沿いに歩いていって、まあ、ある程度のところで、長田の商店街のところの近くのところで、まあ、河川よりもう一本、左のと、一つ手前のところの道を、まあ、車が1台か2台なんとか通れる、ぐらいの幅の、道を歩いていった時に、前からね、黒い服着た女性とすれ違ったんですよ。その時は全然何も、そんなところにね、淡井圭介との関係者が現れるなんて、何もまず思ってないから、その通り過ぎたんですよ。で、2、300メートルぐらいか500メートルぐらい経過してから、いや、もうこれね、もう完全に、僕の気にしすぎかもしれないですけども、元報道ステーションの河野明子だったかもしれない。だもうわかんない。いや、ただ単にね、もう、その人をうつむいて歩いているのと、黒着てるから、何か、悪いことした人だとは思うんですけども、いや、わかんない。もう髪の毛の長さとかでしか判断できないから、この間、サムネジャパンあったでしょ。で、オランダ戦でオランダの人にわざとエラーしてもらって、意図的にボール取らないで、それで点数入ったりして勝ってるから。めちゃくちゃ本当に。もうそこまでしてお金払いたくないのぐらいの、気持ちになるんですよ。違う、工業って意味を、大きく取り間違えてる。まあ、これスポーツ関係者へのメッセージでもありますけども。違う、工業の意味は、大真面目に仕事してるからみんなが頑張ってるなっていうところで、それに見に来てくれるんですよ。だから、商業原理で成り立つっていう話をしてるんですよ、僕は。だから相手に負けてくれとかね、こう、ね。赤がそんな、ショートね、あんなゴロ、小学生でも取れるかも、取りやすい。こう、ね、これぐらいの高さ、これぐらいの高さ、普通、速い打球でもない、普通の打球。そのグローブ、こう出したら簡単に取れるから。
ない。ちょっとやそっとの頭の中の取られ方でも、あんなん取れるから、普通に。本当に。僕、頭の中かしながら仕事とかしてるし、撮影とかシーンとか分かるの。できるっちゃできるの。本当に。それぐらいはいくらなんでもできるって。まあ、その頭の中の取られ方がね、こう座っていても、こんな状態になりながら、もう赤持たれるぐらいの、それは一回ありました。それは、佐藤輝明っていう阪神タイガースの選手の、新人の年にね、ヤクルトスワローズの球場で場外ホームラン打ったんですよ。それはさすがにまずない。場外ホームランはまずない。それ、多分、相手が投げる瞬間のところから、バッティングをちゃんと捉えて振り切るまでのところまで、それまでのその秒間頭がものすごい取られて、だから配球の読みから何から何まで全てもうドンピシャっていう言葉でいいかどうか分かんないんですけども、ドンって狩猟だから本当マリアのポスト、ドンピシャも、だからドンをシャットアウトしてるのか何だかよく分かんないんですけど、他のちゃんと出来上がってない人たちからこうね、ちゃんと僕だけと、それも時間軸超えて繋がってる状態で、頭の中の、すごい供給量。あれは絶対 2.5% じゃない。座ってて、こんな状態になっていて、寄ってるんじゃないから、もう平衡感覚を失ってるんです。本当に。頭の中大量に 50% 超えてると思う。で、どうせ数十、もう長くても10秒ぐらいだろうな。っていう感覚だったんですよ。それが10秒超えても終わんなくて、もうこんなんないな。やばいやばい。座ってても倒れるって、こんな状態になってたんですけども。まあ、結局それはもうどう考えても、もう結果で見たらわかる。佐藤輝明の場外ホームランどう考えてもそう。別にそれで彼を責めてるわけじゃないし、別に彼もそんなことを望んでるわけじゃなかったと思うので、何らかの言葉の組み合わせでそうなったんだと思います。で、まあ、その話は置いといて、川野明子が今日横ね、その長田区でね、その商店街の近くで横通り過ぎましたかっていうことなんですよ。だテレビ局関係者らしき人間が行った、で、川野明子が横通りました、うんっていう声聞こえてるんですけども、けどこれ、分かんない本人の口が聞かなかったら、本当に。僕みたいにホームページにね、何年何月に、未来の時間軸の 何日から声掛けを行ってますとか、そういうはっきりしたことを書いてくれなかったら分かんないから。で、もともとそれはこの間動画を見ていて、ダブルオーガンダムと、ダブルオーガンダムという名称しかちょっと思い浮かばないんですけど、シーズン1、シーズン2でしたっけ？ごめんなさいね、過去様にこんなこと、過去様聞いていて、私もそこまで知らないからになると思うんですけど、一応ちょっと笑い声聞こえてきたんですけど、シーズン1、シーズン2だから、まあ、なんせ、ダブルオーガンダム系ですかね、2つあって、あと映画とかもあるんですけども、そこで、アザディスタンっていう国名の、王女みたいな形で出てきてる人の元役は川野明子で、その昔子供の頃ね、僕の自宅東山高校に電話かけてきて、川野明子というものですけどもっていうその話からね、そのダブルオーガンダムのねネタの話が始まっていて、でまあそこでまあメメントモリっていう宇宙要塞の話、これ仲間として申し訳ないんですけども、その辺のところの話とかね、あとダブルオーガンダムがね、その今までのなかったパターンで、それまでこうハイメガキャノンとか言ってね、こうすごいものすごく威力のあるビームとかを打ったりしてましたけども、とんでもなく長いビームサーベル、だからそのハイメガキャノンをそのままビームサーベルに見立てたような全く新しい概念のもの、それをちょっと伝えて、結局それが、なんかまあ TBS の方で、放送するような形になったんですけども、だから未来の時間軸が誰が何を伝えてるかによって、いやそれだったら TBS、 いやもともとは富士系列かテレビ朝日だとか、映画の方は東宝東映とかのなんか株はとかどこそこがとか、東宝か東映の株を
民間テレビ局の中で一番たくさん持ってるのはテレビ朝日なんですよ。たくさんって言っても、ふざけたはいかないんですよ。数パーセントですよ。まあ、発言権の問題なのか、買わせてるのかな、僕もよくわかんないんですよ、本当のところ。いや、だから、その、映画業界って、だから、昔は、その、レンタルビデオショップとかも、まだ珍しかった頃、僕は子供の頃。だから、映画館にたくさん人が見に行きやすかったんですよ。新しい映画放送されますってなったら。だけど今は、有料番組とかもあるし、レンタルショップもたくさん普及したから、まあ、映画館にそんなに高いお金払うぐらいだったら、レンタルショップの DVD でさらに言うと、新作とかじゃなくて、純新作じゃなくて旧作ぐらいだったら、一週間90円、90円はないか、それは漫画の方か、その、まあまあ、100円くらいで借りれるんですよ。大体100円。僕もちょっと詳しい数字よくわかんなくなるときあるんですけども。まあ、有料の方を加入すると、Amazon プライムビデオとか、1ヶ月で1000円くらい払ってるじゃないですか。じゃあ、1ヶ月に10本くらい見た方は、なんか、損するじゃないですか。そういう感覚があるから、だからまあ、そういうことになってくるんですけども。とりあえずね、今日、あんまり顔のバージョン、グレードを低い方の顔ですけど、こう、ほうれい線とかあって。けど、笑顔だったら、それ、そうに見れるし、話できるでしょ。まあ、髪の毛、ちょっと伸ばしといた時の方がね、ある程度の髪型してる時の方が、まあ、男前に、自分で言うのもなんですけども、男前には見えるようにはなっていると思うんですけども、こういう楽しい話題とかでも、一応見れるのは見れるでしょう。顔あんまり気にしなくて。で、その好きとかいう感情とかもね。で、話、それで申し訳ないんですけども、その川の秋を歩いたかどうか。歩いたとしてやっぱり侍ジャパン経由につないで、そう、旦那の方が、井端さん、元中日ドラゴンズで、侍ジャパンの監督、もともと僕と多分会って話したり、もしかしたらフルーツラバークのバーベキューコーナー、働きに行きませんでしたっけ。で、今までもろもろの侍ジャパンの、その、お金、僕への支払いだとか、もう裁判しない方がいい、それですぐすんなり払った方がいい、だそこで川野明子はだったとするのであればですよ、僕もこれも考えすぎかもしれない、だたに、本当に。そう、すんなり話しないと、本当、訴訟費用とか時間とか余計かかるんだから、ちゃんと会社法とか他の法律で時短とかいろんなものあるから、ちゃんと法律があるから、ちゃんとした支払いができる、自分たちの方がよく分かってるでしょ、相場、選手にどれぐらいのお金支払っていたかっていうところ、それを自分たちの方が分かってるんだから、その表とかをちゃんと僕に開示して、相場を教えなかったらそこ不平等な取引になるから、それこそ中途半端な金額だったら話ややこしくなるから、こういう金額でしたっていうことでちゃんと僕も先に開示するから、開示が大事なの、開示開示、開示法案長じゃない、開示間違って、お前が博打関係の開示じゃ、主人公ずっと言い合わせ、僕もあんまり見たことないんですけど、夜中にね、こうなかなか眠れなくて、もう腹立ってチャンネルコロコロテレビ見たねって思って見て、たまたまその時にカイジっていう番組見たんですけども、まあ触ってさ、ごめんなさい、また話それで、もうその話も広げていた笑い話になるんですけど、どうせもうみんなお腹抱えてすごいシーンが、もう笑いっぱなしのすごいシーンあんまり面白すぎお腹抱えて、ホンダのね、作っちゃダメよって言ってたのに、アシモっていう歩行するロボット、本当にエネルギーの無駄遣い、金属の無駄遣いでもあるんですよ、もうあんな歩き方になって。なんかこんなガシャン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 って変な歩き方するでしょ。あんな歩き方。もうなんか抱えて家の中。ここの部屋と台の。もう行ったり来たり。いや、それぐらいの面白い話とかあるんですけど、もう、途中でもう倒れ込んだ。もう立たれへんって言って。あの話をもっともっとうるつら。
バーベキューコーナーで話してた内容がそこそこ入ってたから、あのまごめんなさいね、この辺今さっきちょっとあの泡吹きそうになってあれ本当は唾液だから泡じゃないから、いやもう請求先山本山の中で作った話請求先使ったでしょの話なんかね、ちょっと話する、もうちょ本当もうそれテレビ局クルーの人たち、その僕に叱られた時にすぐに大きな声ですいません川野明子いますんでとか言ったりとか、川野明子いたんであれで場ですよね、それもうつむいてる人の顔なんか分かるわけないから場所神戸市の中田区こう撮影して、そんなとこ僕ほとんど歩いたことないから、その中田区の商店街のところ、商店街新長田の駅の周りは違いますよ。それはもう、その辺に長田工業高等学校があったから、そこに通ってたから、僕高校生の頃。さあそこの駅からその学校までは何回も歩いたけども、それ以外の道はほとんど歩いたことはない。ただし阪神淡路大震災の後はその場所から、神戸電鉄の長田駅までは何回も歩いたりとか、自転車で結局これも歩いて帰ってた、これもたへんということで、結局自転車をね、学校と、もう学校に泊めさせてもらった。で、定時制の高校、もともと定時制の高校。まあ最初は昼間の学校、別班の方進んでたんですけども、途中から定時制で、神戸電鉄長田駅に無料の自転車置き場があったから、そことそこ、いや、最初、そこまでしか電車が動かなかったんですよ。阪神淡路大震災で、レールとかがやられて、港川から長田駅までの区間。まあまあ、そういうことがあったんですけどね。絶対自分から声かけないとこに持ってやる。じゃあ、もうそれ、前も見たことあると思う。金利膨らむよ。で、この話ね、大真面目な話。僕とね、川田明子も報道ステーション出てるときに、淡井圭介との結婚話利用して、胸大きくしていた方。ね。これ、侍ジャパンのメンバー。コーチ陣とか。それ牽制で言っといて、自分たちの意見があんまりにもこう言いにくい時とかここそっと「淡井さん利用して胸大きくしてたけども、その人とそれでこの監督デートしてたのかな」とかこう言ってんねん、牽制、監督への牽制、監督の方が先進や。あが、おかかもこれ痛い。ちょっと痛い。危ない。一回昔も寝てる間に左側の肺に穴開けられてるから。テレビ局変な力持ってる、本当に。いや、だから、淡井圭介と、ね、結構淡井圭介を利用して胸大きくしてテレビ出たいと思う。その分金利が膨らむ話、民法の年功、いや、これどうなんでしょうね。 YouTuber も一応仕事としては認められてるんですよ。で、お金入ってきたら一時的でも、まあ収入は少ないから確定申告しに行かなくていいだけで、いくらでもそんな額なるわけないじゃないですか。過去365日を遡って4000時間を突破したとしても、パートナーズシップとかあったとしても、で、これ本当いろんな淡いケースけど結婚話してテレビ出た女性陣全員に警告ね、で、淡いケースけど結婚話もしてないのに淡いケースけど利用して胸大きくしたいと、もう含めて全員警告ね、胸膨らませた分、髪型理的な力の方でね、権利膨らむから、
じゃあだからね、大真面目に法律ちゃんと読んでいたら分かるんですよ。この時点で慰謝料これぐらいだった、が同じことをこれだけ繰り返す、その支払いがない年金利5分。真面目に法律読んでないでしょ。ちゃんと文章読んでたらそう見えるから。例えば民法の昨日も僕作っていて、分かったんですよ。また思い出したって言った方が早いんですけども、民法のね、88条の、天然果実っていう内容あるじゃないですか。これホームページ、淡井圭介の履歴のね、314番、重要な法律っていうところにね、記載してるんですけども、その間の番号のところね、民法だけでも他にもいろんなものを書き込まなきゃ本当はならないんですけども、まあ、ちょっとだけね、こう、いろいろ書いてますけども、まあ、これもね、あ、ごめん、これが iPad の悪いところ、一回違うところ触ったらすぐに画面があんなに変わることあります？一番上まで今画面いったでしょ、ちょっと触っただけで。あんな普通ないでしょ。これ書き方見たらね、まあ、過去さんも法律はちょっとぐらいはかじったことあるんじゃないですか。僕がある程度分かってるなっていうこと分かるでしょ、書き方で。民法第1条、過去様のうんっていう声が聞こえてきました。第1条、基本原則、丸1から3で、過去、公共の福祉、の矢印つけて、憲法の、12条、13条、基本的人権、憲法29条、丸2の、財産権の内容、丸2の、新規誠実、その矢印で、415っていうのは415条のことで、これはどの法律の415条のことなのかっていうと民法です。民法の範囲内は、こういうふうにね、だいぶ略語を使ってるんですよ。一般の人が見たら、まあ、びっくりするかもしれませんけども、まあ、債務不履行っていう部分ね。こういうふうなところとか、あと、493、弁済の、提供、ちょっと待ってください。画面これね、ほんと変なとこさ、別のとこ触ったら画面どうなるか分かんないから、これ持ち方ほんと気使ってるんですよ。で、この辺、ね、まあ、橋本徹さんとか見たら、今の彼なら大丈夫だとか言うかもしれませんけど、この493、弁済の提供とかね、その丸さんの、権利の乱用、憲法、そこから12条の、基本的人権のとまた同じような内容出てきてますけども、これ結局本当にこういうことなんですよ。本当にまあ次709条の不法行為だが、第1条から他 の, 日本国憲法とかの他の法律にどれくらいつながるかっていうところで書き始めたらもう絶対ね、佳子さんも同じことしたらこう思いますよ。法律名と第何条が求めてきた裁判官が、俺の六法全書貸してあるわってふざけんなよ、こんなたくさんあんのにって。それこんな書き方してたらね、1-3年かかっても終わんないですよ、永久に。本当にこれを間にね、晴山整骨院の、こういったものが証拠、高一号証の、そういうもの、高一号証の何がどうだらって、そんな書き方しよったら、ちょっとした内容だけで、ね、ものすごい法律を書かせてくるから、本当今日ね、撮影した人間の内容を見たらびっくりするから、本当は。ちょっと待ってください、今誰かと思った。じゃあこれ持って歩いてこっち。わかんない、どこ誰かと思ったのか、わかんない。テレビ局関係者かんだ。もうライブだと、どっか入っとは。早い、こんだけ大慌てでも、もう毎回これ、どうせ慌ててどっか隠れ寄ったんじゃないの。どこの台が通ったか、わかるわけないでしょ、こんな、今のスピード見たでしょ。カンコさんも分かってください。ちゃんと僕に会うつもりでここの住宅来たんだったら、僕の家の前とかで待ったりとか、一応ね、その、これね、結婚希望相手ね、一時期、その、2011、12年、13年ぐらいの頃、小林麻也
とかを対象にしてたじゃないですか。まあ小林、その頃小林麻也にしてたんですよ。それね、一応ここのところから淡井さん小林麻也ですって何回か言ってくれたことあるからまだ対応できるかなって愛が何かいろんないっぱい良い曲ある、良い歌詞ある、みんな頑張って作ってくれた男性陣の人たちいっぱいいる。淡井さんのそのか悲しい、その悔しいも含めて、その悲惨な状況をね、ね、そうグレイのテルさんとか傷ついた太陽とかね、ああいうようなことをね僕のことをあなたっていう形で置き換えて、歌ってくれてるんですけども、これ本人に聞いて違うって言われたらもう絶対、けどもうあの時々内容によっては1988っていう曲もあのところどころでもう全メンバーがねお前お前って言ってくれてるんですよ。これぐらいはっきり言っといたら分かるやろって彼も自信持って言えるってぐらいの皆さんが作ってくれた、あのなんかまあもう話ややこしいなってごめんなさいね、急に別の話なんて。これけど今のでもう分かったでしょ、普通に歩いてるつもりでも絶対僕間に合わないんですよ。これプラスパソコンとか急にシャットダウンもあれ時間かかるんですよ。でそれからバッグに連れ込んでお菓子に連れてってくださいとかだったらこれねコンセントがいろんなところにあるからもうこれ笑い話、例えばこれはスマートフォンの10年のコンセント、これなこれも絶対、まあ、そこそこ、話したりするんだったらもうあのこれ持っていかなかったら大変なことがあるから本当記録つけなかったら無理だから本当に撮影しろくに話したり忘れるか本当にそれちゃんとは別にそれを動画を本人がね佳子さまがあのその動画をアップロードしたいでくださいって言われたら僕はちゃんとそうしますから、だけども記録なくなった後で2人であの時どうだったってなるから、でも絶対そうなるか、早い時1ヶ月後にもうそうなるから、本当にあの細かい内容だ、ちゃもうだからもう僕の場合いろんな裁判の件とか本当はあるから、お金の請求さにそこちゃんとしっかりもう分かんないだからもう関わんなきゃ困った、だからじゃ別に関わらないこと喧嘩したことはないですよ。だからまあ子供の頃にまあ向こうがから電話かけてきて、まあもしかしたら僕の父親の方から電話かけたのか親戚のおじさんかもしれませんけども、まあ結局まあダブルガンダムのまあ、だから王女様って言ったらね一応いい役じゃないですか。もう出元がどこの誰か分かった時に悪役させられたらもっと大変だか悪いイメージそれでからかわれたりさ。僕ももう何もう自分が何回もからかわれてるからもう分かるんですよ。あのテレビドラマとかでもそうですけども悪役の役をさせられた人もうその件で友達とかからかわれ始めたら人間関係悪くなるでしょ本当に。もう手も切るわってなるでしょ。分かるだからね、あのちょっとねあのまあ、今のこの動画は本当にあの誰か人が歩いた時に本人は普通に歩いていって別に慌てない家の中入ったとしますよ、あれだけ時間かかるんですよ、あんなに早く動いて最初の出だしはそのちょっとあのスマートフォン持っていこうとしないでこっちの iPad 持っていこうそこでタイムロスあるけど喋りながらそんなに、ね、一気にいろんなこと対応できないからね、これ大体撮影してるとき僕何してるかって動画のエクスポート動画同士をつなぎ合わせてそれをアップロードしたりとか別のところそれ時間かかるからこれしてる間に今これしておこうとか言って動き回ってるから結構だからこんな人生送ってるから結局自分がいろんな提案をして何がどうなったかっていうところがはっきりよく分かんなくなって何年か経過してあこれ僕の提案者何々だったじゃないかっていうことになるんですよ。あのまあまあちょっと話はまあまあ佳子さま の話に戻しますけども、その去年のねその赤坂御所
のその着物姿でね、まあ、僕が心の声で送っていて好きですかっていう言葉で、あの橋渡るところが入って言ってくれてるところとかね、初恋の相手は淡井圭介で合ってますかでしたっけ、もしくは加古ちゃんって言ってましたっけ、合ってるって聞いて、うんってこうでその時の記録あるって聞いたらって、その時最初こうなりそうになって、違う違うってこうなってたんだけど、ああいうふうなところがね、ご喫緊だったとするのであれば、その加古さんもね、まあまあ加古ちゃんでもいいと思うんですけども、言ったらこれここやられるんですけども、普通に喋ったら敬語じゃなかった、痛い痛いここ痛いさら、例えば28歳の誕生日とか、もっと遡って27歳の誕生日と26歳25歳って、それその時に心の声で僕は何言ってきたかとか、それメモしてなかったら無理でしょ。でそのメモを見なかったら思い出せます。まあ、けどその動画見てたら自分で、あの時こんな声が聞こえていたっていうのをね、まあ、こういうふうにしてる僕からのね、いろんな告白はまあ聞こえていたと思うんですけども、まあ、それでまあこういうふうになってくれてたんだと思うんですけども、最初ギクシャクしていたので急に言われてまだ気持ちが体制整ってないっていうよくわかりますこれこういう風にしてあげなかったらかわいそうかながちょっと入ってる。わかりました、わかりました。ただ今までの人生とかこう全部いろいろな話が出てきて、で淡井さんと結婚してもいいなっていう気持ちは、まあ、何パーセントぐらいお持ちなのかわかんないですよ。だけども結構な割合で持たれてるでしょ、淡井さんでもいいわっていう、その結婚相手で。今日そのちょっと今日じゃない、昨日の晩、あのね、ファイナルファンタジー7のまたリメイクが出てるのか何なのかよくわかんないんですけども、その主人公のクラウドっていうキャラクターと女性キャラクターのティファーっていうキャラクターがいるんですけども、その動画をね解説してる人がいるんですけども、その恋愛感情をねこう高めていくというか、その恋人関係まで進んでいくまでの間のその解説してる人がいるんですけど、もう僕もその動画映しながらいや本当は僕もこうだと思うんですとか、いやここでこういう風にしたかったら男性側はこういう風な心境になるんですとか、それちょっと解説したい本当に。それはまあ今の若手の人たちにとって良い教訓になると思います、男性にしても女性にしても。こういうふうに、自分はこういうつもりでこう言ってるんだけども、相手の受け取り方って分かんないじゃないですか。それまでの前後の会話でも変わってくるし、その人とそういう会話をするまでの間に、他の人とどういう話をしてるかによって、受け取り方が全然変わってくると。だからその辺のところでね、だいぶストレートに物事を言わなかったら、相手にしっかりとした話は伝わらない。これはもう絶対事実ですから、仕事でも同じですよ。なんか、はっきりしたことをはっきり言う。この間だから、あの場所なんかだから言い方としてもね、歩いてる人止めようと思ったら、これ加古様以外の人とかでも、ああいう言い方で言うとき僕何回か今まであるんですよ。っていうのはね、弱々しい声で言ってもね、返答しないで、その止まりもしないで歩いていく人とかいたんですよ。一応その人ね、ライジの榊原さんだと思うんですけども、今度髪の毛染めて現れてきて、インターネット記事とかでは髪の毛染めてないんですけども、分かんないですよ。いや気づい、正面から見ても僕目の視力、昼間でも明るい時でも目の視力弱いから、10メートル先の人ってね、顔はっきり分かんないだから何で判断してるかとかって言ったら、体型、例えば太ってるか太ってないかと、まあ身長これぐらいだったかなと、あと眼鏡かけてるかかけてないかと、あと大体髪型とか顔とかが、まあ多分そうかなぐらいでしか、その距離だって判断できないんですよ本当に。
で、みんな本当はそうですよ。以下10メートル離れた人の顔を見てください。で、似たような人ずらっと並べたら分かりますか？それテレビの番組にもしましたから。で、これにマスクつけたら、はい、一回後ろを振り返ってください。で、その似たような顔の人ね、全員マスクつけて、何々さん、あなたとその一緒に会社に働いていて、何々さん、どの人だと思いますかって、その人のところ行って、声かけてもらえますかって、そしたら、で、マスク取るでしょ、別の人、本当に。普通に考えたらよくわかるんですよ。目にそんなにバリエーションないって。人口が、まあね、日本人の数が6000万人だったとしましょう。で、1億2000万人やんって思う人いません、いるかもしれませんけど、その人口嘘だから。行政のついた。本当に。死亡届が回ってきてなかったりとか、死亡の確認がしてないとか、そういうことで人口はそうなってるだけ。各都道府県とか、神戸市とか、そこのね、区とか、まあ、三田市とか、家が何軒あるか見た方が早い。調べれるから、前輪の地図とかで。集合住宅も、表札が入ってるか入ってないか分かるから。名前で表記されてます。嘘やんって言った人間、お前捕まえよ、本当に。もう声聞こえてる人。どうせ悪いことしないやろ。簡単に分かんねえ、調べたら、本当に、本当は。一人だけに絞るとですよ。それだったら僕もすぐにそいつ、対応することできる。で、本当のこと言う。あんまり悪いことしてたら、力ずくでも抑え込んで、警察官呼んでいいから。本当に。一般人にも逮捕権あるんです。刑事訴訟法を読んでない君の方が分かってない。書いてある。一般人にも逮捕捜査権あるんですよ。で、本当に物事ものすごいはっきり分かってたら、まあ、まず警察官でそこまでむちゃくちゃな人間は、まずいないんですけども、いないはずなんですけども、極端な話、銀行強盗とかね、絶対いないんですよ、警察官の人で。一般人でもおらへんか。ルパン三世の見すぎや。漫画とアニメ、みんなものすごい影響を受けてるか。おらへん。テレビ局の人たちとか。取材しに行って、自分、僕が生まれてくる前の銀行強盗のニュースですよ。取材しに行って、後でだんだん、嘘か本当か分かんなくなった。いや、取材しに行けって言われて、銀行強盗が発生してるっていうことになってるって言われて、取材しに来てるって、私も、もう自分からなかなか最初言い出しにくそうにしてるんですよね。17時頃になってきた時、会社の方がもう帰ってこいっていう電話がかかってきて、連絡が来て、連絡、その当時は電話じゃない、連絡、僕が生まれてくる前だから携帯電話なんかない、なかったと思う。まあポケットビルか何かだったと思いますよ、帰ってこいって。もう一回自分から電話かけて、どうしましょうっていうことで、もう会社から帰ってこいって言われてるっていう。で、最後の、誠に自分でも言いづらいことなんですがって、銀行強盗の話なんですが、もしかしたら訓練かもしれません。生番組で何時間も放送してるんです。昔そういうの、僕はまだね、小学生ぐらいの頃はそれ何回かあったみたいですよ。か、僕が記憶違いで、僕は小学生の頃の警察24時とかで、昔の事件とかで本当はこうでした。で、もっと調べていったら、いや、警察官入っていっとうけど、って。何も、で、突然しようけども、って。犯人が出てこい。これ、模擬やらせや。なんかおかしいなって俺らも思っとってんって、なんかシャッターは閉まりようし、他の人のお金銀行行動入って3時になってシャッターが閉まる、それでワンピースのキャラクターサンジって出てきた可能性ある。レストランのコックさんだからね、まあ、デザートも作れなきゃなんないっていうことになってくるでしょ、コース料理だから。だからおやつのサンジの時間帯でサンジっていう話かもしれませんけども、
本当はそんな時間帯みんなお腹空かないですよ、昼ご飯食べた後。なんで昼ご飯食べたそんな時間帯のお腹すそこで食べるかお腹が出てくるややこしい話になってるから、サンジの眉毛がこの辺ぐるぐるになってるでしょ。これね、もう他の漫画でもそうなんですけども、初めの一歩もそうなんですけども、キャラクターの目がね、ちゃんと瞳の形を教えたら分かるんですけども、たまにこう目がこう二重の丸になってたりする時あるんですけども、あれ目まあそうなんです。例えると、千堂武っていうキャラクターと高村守っていうキャラクターのスパーリング階級全然違う。もちろんそれに対して千堂武っていう背の小さい方の人は異を唱えてるんですけども、もう乗せられて、もうやってやるわみたいな形になってスパーリング始まるんですけど、その前の瞳 目のところ見たら、もう最初から目回すっていうことに分かっててみんな作ってるんですよ本当に。歌い方とかも、あの一回ね、曲とかも歌詞、まあ大抵コメント欄に歌詞つけて、くれてる人はつけてくれています、その歌詞と違うようにね、特に英語のところ違うように聞こえてきた時とか、こう iPad とかでとかスマートフォンだったとしましょう、これをね下向けて何て言ってるか耳で聞きましょう。そしたらそういう風に歌ってるから、始まりの歌とかね、多分ストーブって言ってる、I can stop かな、まあ I can、 まあなんとか、まあ、まあ複数形かもしれませんけども、その can のところだから、だからまあ冬場あんまり僕が頑張ってた話があるから、東日本大震災の頃電力の融通ができないっていうことになってたんですけども、後から聞くと関西の方から関東の方へ電力事情、関東の人たちが困ってるって言ってたから、3月下旬まで電気ストーブ炊かなかったんですよ、石油ストーブも。親は使ってましたよ、僕ここの家その頃親生きてましたから。で、ほんと家の中でも吐く息、ここ白いから本当に家の中でもうそういう話、グレイの人たち知ってるから、だからまあそういう風にね、あのストーブって本当もうそこまで我慢せんでるから、お前死ぬぞっていうことで以上です。まあ、加工様、まあ、今回の動画の目的は、一つは、加工様のその去年の、誕生日の、動画は、あれは本当の時間軸の、内容で、まず間違いないみたいです。だから、まあ、僕と加工様との関係っていうのは成立していると。まあ、こう物事を見ること。で、次に今日入ったのが川野明子なのかどうか。で、テレビ局のスタッフの人たちなんでしょ、あの丸山駅に集まってた人たち。あの人たちお金もらってるんですか。僕は撮影しに行ってね、2箇所。下っていった後、右側と左側。まあ撮影して、戻ってくるまで、まあ何分かかかってますよ。で、丸山駅まで歩いて行っているまでの時間もあるし、だいぶ前からあそこいたでしょ。何もしなかったですよ。それでお金出てます。カンカン、そんなもん休憩時間としか見られん。以上です。皆さんのご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。胸膨らませた人、金利膨らむ常識、ちゃんと法律見つけ、ああそうかそうそうそう、その説明しなかった、天然果実の話、あの果物のことだと思うでしょう全然違いますから。天然果実および法定果実88条の1、ここね、物の、用法に従い、取得する、収集する産出物を天然果実とする。ごめんなさい、今ちょっと頭の中取られてて読めなくなってる。たまにこういうことあるんですよ、本当に。普段読めてるのに頭の中取られて読めなくなる時あるから、裁判中やられた本当にかなわんから、本当に、に悪いことじゃない、全然。物の使用の対価として受け取るべき金銭、その他のものを法定果実とする。だから、物の使用の対価として受け取るべき金銭、その他のものを法定果実とする。その他のものまで入っても全部当てはまるんですよ、本当に。だからもう損害賠償請求で考えたらいい、大体のことが。で、
その次の89条はね、まあ、その後89って書いてるのはその次の89条のことです。8080の最後、これちゃんと六法全書でそう書いてあるから。で、果実の帰属12により、まあ、この後はね、あの僕の見解を言ってるんですけども、12により小4も、日割り計算当たり前ですよ。そんなもん途中でやめさせた方がねえ、ボーナスとか払わなくて済むんですから。そこ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 老人ホーム桃源郷2ヶ月間の最初の契約、最初から潔く半年の契約にしておいて、ボーナス払うか払わなかったら決めたらいい。働き方の問題、真面目にしっかり働いてないんだったらね、ボーナスなんか出しませんよって。で、最初が2ヶ月の契約で、そこの従業員の人間は散々絡んできてる僕の結婚話を読むとか、特にね、従業員食堂のおばちゃんら、ばさんら、めっちゃくちゃ体が酔るから、本当に。もう多分僕は直接多分これ、もう原告を落とした方がいいと思う。上下関係わきまえさせたのに。原告と被告を分かってない。あいつはもう年齢だけの世界になってるから。もう最悪老人。法律分からんようになった人間。年齢だけでもういいよから。そいつらが徒党組んだらもうややこしいでしょう、本当に。もう老人ほど叱らなあかん人間、なかなかおらへん。老人のその喧嘩打ってくる人間、集団で。めっちゃ腹立つから、本当に。みんな、老人に対してなかなか文句言えないでしょ。でしょ？年齢差があるから。散々仕事中に僕敬語使ってるのに何回か説明したんですよ。それでも言うてきてるから。で、次々働きに来る連中も、もう敬語なしで物言ってくる連中、散々喧嘩売ってるから、もう最初の方から。もともと春山整骨院経営の人間、介護職の連中、人材派遣会社だから、そこで働いたりとか、桃源郷で働いたりとかしてるから。もうこの辺一帯の介護職の連中、そう、どうせ三田市の人間も含まれてる。まあ、僕もファインハイゼンでいろんなホテルに働きに行ってたから、もう人材派遣会社っていうのはいろんなところ、仕事たくさん働きたいと人は、まあ、いろんなところ空いてる、そこの、例えばフルーツワーパークをメインに働いてるときに、仕事ない日、ポートピアホテルだったら仕事あるけども、そっち行くとかそういうふうになるから。あとは、新神戸オリエンタル系列。まあ、そこはもう今クラウンホテルっていう名前に変わってますけども、もうそこの下の商業施設もだいぶ前からガラガラでもう封鎖状態ですよ。当たり前です。あんなとこ店出してもお客さん来ない。三宮の中心地あんだけ商業施設作って、そんなとこ商業施設新しく作っても来るわけないでしょ。ちょっと考えたら分かる。経営手腕ない人、経営者の中で 50% 以上の人は経営手腕ありませんからね。大企業の方含めて、これは本当の話。もう一応この動画でも言っときますね。国債、国債発行の方に切り替え、株高すぎる、バブル崩壊、当たり前、ずっと言ってる。今の日本の状況で日経平均株が2万8000円以上なんか絶対にありえないって。テレビのニュース信じてる人間はわけ分かってないよ。これこの間言った。そして急に今日日経平均1000円ぐらい下落したよね。それ僕の言ってること、僕のことを知ってる人たち。僕がもう国債行きなさいって言った国債なの。当たり前よ、バブル崩壊の時よりも金額買うか上がってるのよ。ありえないじゃない、そんなの。人口もこういう風に縮小していってるのに、数減ってんのによ。今から本当の人口の数字でいくよっていう話してんのによ。行政もお金回んなくなるよ。当たり前よ、そんなもん。本当はけど、いるところはいるで、ちゃんと、中央がお金吸って回すから、それは裁判所とかに。当たり前じゃない。被害者の人回復させてあげなかったらどうするの。それで円安になるだけよ。何回同じ話説明したら覚えてくれるのよ。それが真の経済で、変な人たちにお金渡しすぎなの。それが変な経済。僕が言ってるのは真の経済。悪いことしてる人がさらに稼げるようにしてどうするの。本当に頭悪いなって言われるんですよ、本音で。もうこういうような普通の言い方で聞いた方がいい。国会議員の人たち結構当てはまってる人多いですよ。
本当にもうみんなテレビ見てたらおかしくなりますから、エネルギーの残存量問題とかで窓閉まらなかったら。でもなんかブーっていう声聞こえてきた。世界の五大問題と地震、なぜ地震が発生するのか、あとはもうそこからね、しっかり理解できてる人はなぜ大雨が発生してるのかとか、僕の 95.5 番台のところね、台風についてとか、あの辺の90番台のところ、その辺を見て理解できます。あとは 13.1 番か2番かな、コロナウイルス騒動について、そこを見ても分かりやすいです。まあ結局その辺のところを見ることになりますけどね。以上です、長くなりましたけれども、皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。だからその台風とか天気についてなんですけど、雷もそうだけども、あの行政の人たちが悪さしすぎ、だからそれを佳子さま一人のせいにはできない。ただし佳子さまも、あの僕は声出して読んだ時ぐらい返答してもらわなかったら、そこで止まってまた歩き始めるって、もう分かんない、もうマスクしてて顔だいぶ変わってたから、そのと違う人の可能性もあるから、それはそれで、けど、まあ、佳子さまとの記憶、うん、昔横あの道を歩きながら、あの明るい時間帯の時にいろいろ話していたなっていうのは思い出してるんですけども、初恋の人は今どうしてるかと思ってってちゃんと言ってましたよ、佳子さま。ほんとほんと僕のこと。まあ人間顔綺麗な時とそうじゃない時あるから、佳子さんも誕生日の時のその25歳から29歳までの顔全部見たら分かるから、これ本当に同じ人ってなるから、もう人間みんなそうだから、本当はもうだからもう人格は本当に一番優先、そこ大事にしないと、生き方、人格と生き方。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。もうこれで、ね、今日10分ぐらいの動画にしようと思ってたんですけども、やっぱりこうなりました、長くなる話がもう途中でもう余計な連中が出てきて、余計な行動する、川野明子とかテレビ局のクルー、本当にクルーでいいのかな、うん、後悔、やっぱりワンピースどこの曲だったの本当に、これ川野明子を歩かせといて、テレビ朝日じゃない可能性十二分にあるからもう分からへんから、だからもう絶対全員腕章をつけろよっていうことになったんですよ、本当に。それまたもう昔も言ったのに、僕は二十歳ぐらいの頃、それでもう全員腕章つけへんやつボーナス出さんでってなって、で僕は言って、もう本当に詐欺だったから、本当に真面目に、ちゃんと真面目に仕事する人だけ。本当に。で、平成21年ぐらいの頃、その裁判いろいろしていた頃に、もちろん訴訟、勝訴取ってますよ。規約でも勝訴ありますからね。ちゃんとお金振り込まれてるから。その記録つけられたら、その人ももう課長以上なんか無理だっていう話になってくるから。で、1月17日阪神・淡路大震災のその弔うみたいなことをね、毎年その日にしてるんですけども、もう今はしなくていいと思うんですけども、やたらとなんかこう竹筒にろうそくつけて、もう燃料無駄遣いにするから、でガスつけっぱなしにして、火つけっぱなしで、こいつは頭おかしいんちゃうかって、もう阪神・淡路大震災の淡路ケースが言ってるで、もうそれでいい、やめなさいって、もうこれでいい、もうそんな時に日々ちゃんと自分のその亡くなった人たちを拝んでりゃいいから、本当に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 そういうこと、もうそこでは昔腕章つけてなかったから、そこでも言ったのに、法律遵守ですよねって、腕章をつけなきゃならない話になりましたよねって、言わせるんだか本当に。やっぱりテレビ局のどこの誰がそういう風にしに来ていたかって撮影しとかんとダメでしょ、記憶残しとかんと。以上です、皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。